開港直後、1994年の関西国際空港の1日を再現しました。この動画は JTB 時刻表及びワールドエアウェイズガイドの1994年12月号を元に作成しています。基本的に定刻の到着時刻の約5分から7分前に着陸、定刻の出発時刻の約10分後に離陸という設定にしています。なお、飛行経路は正確ではありませんのでご了承ください。また、時間は24倍速としていますが、飛行機の発着がなく間延びする部分では再生倍率を上げています。この動画では国内線の飛行機アイコンは黄色、国際線はオレンジ色としています。なお、飛行機アイコン横の機種名は時刻表の表記そのままで、詳細な型式がない場合があります。関西国際空港は1994年9月4日に開港しました。開港当時の滑走路は1本で、ターミナルビルも現在の第1ターミナルのみとなります。関西国際空港が開港したことで、国際線は大阪国際空港から全て移管され、便数も大幅に増加しました。動画内における国際線の出発時刻、到着時刻の表記は全て現地時間となります。国内線に関しては、大阪国際空港から関西国際空港に全便移管された路線と、大阪国際空港に全便とどまった路線、および両空港に分散された路線に分かれます。全便関西国際空港発着となったのは、女満別、釧路、帯広、旭川、函館、奄美大島、宮古、石垣線など、比較的長距離となる路線で、全便大阪国際空港発着だった路線は、三沢、秋田、庄内、山形、福島、松本、鳥取、米子、出雲、隠岐、岩見、徳島、種子島線などです。その他の路線は、関西、大阪の両空港に分散され、便数の割合としては、大阪国際空港路線の方がやや多くなっていましたが、札幌、沖縄線などの長距離路線に関しては、関西空港路線の方が多くなっていました。ちなみに、羽田線に関しては、関西線が7往復、大阪線が9往復です。なお、飛行経路に関しては、イカロス出版発行の出発進入経路マップを参考にしています。大阪国際空港との空域の関係もあり、関西国際空港を発着する航空機は、北方面、東方面の出発機、到着機も含めて、西側に大きく迂回した経路を取ります。ちなみにこの動画は、12月下旬の土曜日という設定にしています。この日の最後の出発便は、23時発のホノルル行きとなります。